こんにちは、レイです。挨拶しろよ、お前。あ、そういうか、順番、オッケー、今打ち合わせしたやん、さっき。俺に振ってくれんのかと思った。次はこの方とか言えばいい。ないから、そんなの。すいません。行くよ。こんにちは、レイです。こんにちは、クロームです。なんか元気な、お前。元気よくやって、次。いくつ、はい。じゃあお前今やるんだよ。あ、俺からでいいんですか。こんにちは、フロームです。変わってねえから。変わってもういいやろ。ということで今回はですね、ついに日本で一番軽い 1V1 マップを公開ということで、ね、やっていきたいと思います。何かっていうと、まあ、このクロムっていうやつが僕にね、僕専用の 1V1 マップを作ってくれたんだけど、まあ、その有名な中ではコールドさんの 1V1 マップだったり、まあ、構成の 1V1 マップっていうのあるやん、まあ、ああいう中では一番僕のが軽いっていうマップをね、作ってくれたので紹介していこうかなと思います。まあ、こいつ、こいつやねよ。このお方は、まあ、前一回逃れたことあるんだけど、まあ、地味にね、クリエイティブ界隈では有名な人よね、あなた。何がすごいって、このフォートナイトの、ね、ディスカバリーの今も載ってるんだけど、大人気戦闘っていうね、このフォートナイトのエピックが選んだ中に選ばれてるのよ、しっかりこいつ。制作者クロムって書いてあるよ、これちゃんと。これでモブに見えて地味にすごいやつなんだけど、まあ、そんなね、まあ、クリエイティブしかできないクロムが僕にね、島を作ってくれたので、まあ、今回紹介していこうかなと思います。そしてね、僕現在40万人目指してるので、もしよろしくトークお願いいたし、待って、もう一回行こう。そしてね、僕年内40万人目指してるので、もしチャンネル登録した方いたらチャンネル登録通知をお願いいたします。それと概要欄に、まあ、LINE スタンプだったり Twitter、インスタ、他の SNS も貼ったのでぜひチェックしてください。ということで本編レッツゴー。はい、ということでね、島出したいと思います。はい、これコード9386-6795-8064 でね、僕のワンブーアップ出てきます。皆さんぜひお気に入りにしてね、やってください。やってください。よし、行くぞ。これちなみにマジですごいからね。なんか一応ファンアートとして作ってくれたんよね。そうっすね。けどちょっとクオリティ高すぎたから、もう俺の島にするわ。じゃあまずは全体からね。このミスターロゴがバッチかっこいいよ。なんか一応俺をイメージして作ってくれたんよね。そうっすね、レイさんっぽくなんかシンプルで大人感ある感じ。あ、なるほどね。ちょっとおしゃれな白と黒で、背景はギャラクシーっぽくしてくれたのかな、これ背中のやつですね。そう、これすごいわ、マジで俺っぽい。しかもこれ何がいいって、ま、俺のファンだけじゃなくてミスターのファンの人もこれ多分やりたがるからね。これロゴすごいんよ。これないからね、もちろんこんなロゴなんて。これ作ってんだよ、なんか細けい作業して。暇すぎんよお前。これ何時間かかったの作るの。ロゴだけで2時間ぐらいですね。うわー、えっこれだけ2時間かかんの。いや、すごいな。なんでこれ一番軽いかっていうと、まあ、クリエイティブには容量みたいなのがあるよね。で、マックス10万まであるんだよ。で、まあ、普通の、まあ、コールドさんのマップだったり構成のマップっていうのは何万っていう、まあ、結構重たい、まあ、もちろんそんだけすごい機能がいっぱいあるからなんだけど、まあ、俺らのは最低限だからこそ1万以下よね。8000もなかったよ、確か容量。8000もないね。でも PC 税はもちろんのこと、スイッチ税とか嬉しいんじゃないか、軽いの。めちゃくちゃ軽い、これ。ちなみにで、いいところ1、初期武器が金本 OAR、 もうこのまますぐ始めれるから持ったまま状態でリスポーンするんで。だけど、まあ、嫌な人もいるだろうから、まあ、ここにね AR と、まあ、ショットガン。あ、ショットガン2個になってる。もともとだよ。もともとか。あの、これ色があれか、金ポンプとストライカーショットガンのレアリティ別、まあ、だから金ポン今ないから、こっちのショットガンやりたいなって人はこっち側に持ち替えてね、やることもできると。が両サイドにあって、でこっちには、まあ、お助けアイテムやね、回復とグラップラー、まあ、ちなみになんか他追加してほしいものとかあったら言ってくれたら追加します、クロムが。いただきます。でこっちもね、すごいよ。ここにね、俺のね宣伝があるんよ、ちゃんと YouTube の。YouTube レイで検索、はい、それ登録してくださいぜひ。でこっち側は、まあ、あのコールドさんみたいな感じで、まあ、いろんな人と対戦もできると。これすごいわ。で次ここで、ね、これ一番大事。一番お金になります。このね、USB コードって書いてるところに四角ボタンを押したら、クリサポがこのままで決定を押すだけでポンってできるんよ、俺の。これはするしかない。おー、すごい、なんか出た花びらみたいな。ここ押すだけで僕のクリサポできるんで、ぜひしてない方いたらこの島入ってね、ここ四角ボタン押すだけなんでぜひしてください。で他ここでね、着替えもできます。で、まあね、ちょっとね俺いじったんよ。ギャラクシーイメージしてくれたら嬉しいんだけど、やっぱ明るい状態でやりたい人もいるやん。のためにここをね、まあ、押すと初期のね、一番明るい状態の背景でやることもできるんでね、
ギャラクシーが嫌だよって人はこっちに変えてオフにしてやってください。あとなんかあるこだわりポイント？あとはね、まあ、コード限界に行ったらもちろんリセットされて、ああそうそう、一番上もね、しかもすごい高いよねこの設定。だからなかなかコード限界に行かないと思う。あのバトロワの天空城とかするあの一番上まで行きますこれ。だからほんと最高度まで行くし、行ったら勝手に建築崩れてここにリスポーンするようになってる。便利やね。あとまあ建築リセットもあるし、僕もとにかく軽い。こんだけ備わってるにもかかわらず1万もいってないからむちゃくちゃ軽い。まあ、それがもう売りだからね。最小限で一番必要な機能だけ入れてるって感じかな。まあ、余計なものといったらこの YouTube レイって書いてるやつぐらい。自分で言うそれ。まあこれが無駄な重さしてるけど、まあ他はもう最低限よ本当に。まあ、もちろんなんかさ、軽いって言っても階段2枚だけの島とかに比べたら軽さはないけど、まあ、必要なものだけで言ったらめちゃくちゃ軽いねこれ。マジでいいマップだし、今後も俺配信とかで 1v1 参加型するときこの島使うし、タイマーしなくてもアップとかするときあるやん一人で。俺これ使うからみんなも使ってほしい。ぜひ皆さん使ってください。まあこんぐらいかとりあえずこの島の説明は。せっかくね 1v1 アップ作ってくれたから 1v1 する？見ましょっか。じゃあ3本取った方が勝ちで、まあなんか勝ったら制服作ってくれたし、宣伝タイムあげるよ。宣伝？勝った時はもうお前の島に行って君の凄さをねみんなで見せるわ。負けた場合はもう動画即終了するんで。はい、じゃあ行きまーす。制作者なんで。制作って補正とかある？そりゃ強いわけで、もちろん。危な。おっと、待って、うまい、うまい、ちょっと待って、あれ？さっきウォーミングアップの時10対0だったよね、はい、君もしかして手抜いてた？さっきまでこれ隠してない、ガチで宣伝タイムが欲しいから手抜いてた。うざっ。こうやって、ね、頭を使って勝つのが大事なんだよな。おい調子乗ってるで今だけだぞ。勝負はすでに始まってたってやつ。いや同じくらい。あぶねえ、やめて、やめてくれ、やめて。俺が言いたい。1本取られただけで俺はもうなんかリズム崩されてんだから、お前に宣伝タイム絶対あげたくない。うわ怖い、怖い、怖いんじゃないこのカウンター。どうする？あれ君激浪だね。どの口が言ってんだかって感じで。おいー、あーまずは1対1。待って、危ない、嫌だ。宣伝させろ。お前には夢になってほしくない。キノコのコノコ元気のコ。痛いんじゃないこれ。いた。ああ、よしよしよし。じゃあ、いろいろしてね。殺せ。あいマッチ。あれちょっとやばいじゃん。あと一歩取ったら俺勝ちだからね。ちょっと待ってくれ。ちょっと一回目隠しとりますね。ああ、目隠ししてたんや。つまんないボケしてんな。絶対勝ってやる。あれこれがいい。おー、びっくりした。ほらほらほら、来た来た。まずいまずい。やばい、来たね、あいつ来たね。宣伝に動力のやつおる。はいはいはい、痛いんじゃない？やめろ。待って、落ちた落ちた落ちた。やば。違う違う、落ちても大丈夫って説明をね、俺はしようとしたいよ。落ちてもグラップラーがあるんでね、これで戻れるんですよ。教えてくれるよこれを。ほい、はい、こんにちは。あれ、俺より上にいるんだけど。はい、30。ちょっと待って、制作者としてこれは本当に負けられない。おっと、危ないんじゃないそれ。頑張れ俺、宣伝するんだ。いや、でかいぞ。割れてるね。あいということで、まあ、3対1、まあ、僕の勝ちなんですけど、まあ、1本取られたからね、ちょっとだけあげようか。じゃあ慈悲で。あ、やったー、ちょっとだけな。じゃあお前の島へ行こう。よし、お、これ、うわ、これあれや。あ、そう、それです、それです。さっきあのおすすめ乗ったやつね。これ超すごい。うわー、すげえ、スパイダーマンやん。はいはいはい。あ、このグラップラで遊ぶんだ。あ、そうです。その前に、その前に、その前にクリエイターサポートしちゃってねっていうね。あ、そこに来たらクロムのスクリーンサポができるよと。これはしなくて大丈夫です。そうそうそう。で、これで、ね、わ、すげえ、飛び降りて、もうあとは飛び回る。これなんか他になんかあるの？飛び回り以外になんか。あ、あるあるある、できることあります。
何できんの？この本家のスパイダーマンのゲームみたいにボットが街中に湧いてるんですね。そのボットを倒してコインを集めてアイテムと交換してもっと楽しめるっていう。なるほどね、すごい楽しそうそれ。はい、ということで、まあちょっと宣伝だったので、終わります。勝ったらもちろん全部ね宣伝タイムでしたけど、まあ慈悲なんで、ということで、まあやりたい人はね、なんか面白い要素がまだ他にもあるらしいので、本当は喋りたいんでしょ。はあ、ダメですね。ちょっとやめて、やめて。はい、ということで、まあ、僕のね、1V1 マップ、そして、クロムのこのスパイダーマンのやつで、ぜひ皆さんやってみてください。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。